平野耀と神宮寺ゆ太のマグロデートがファンの間で話題沸騰魅力的なプライベート写真が公開される。人気アイドルグループ、キングプリンスの元メンバーである平野耀さん、26歳、が神宮寺ゆ太さん、25歳、とのマグロデートの様子をインスタグラムで公開しました。 ファンたちはその魅力的なプライベート写真に大興奮し、SNS 上で熱い反響を呼んでいます。この記事では、平野紫陽さんと神宮寺ゆ太さんのマグロデートについて詳しくご紹介します。平野紫陽さんは自身のインスタグラムを更新し、昨日のネグス写真に言及しながらマグロデートの様子を投稿しました。彼は、 昨日寝癖の写真あげたとき、出かける前って言ってたでしょとファンに問いかけ外出の予定を示唆しました。そして彼は実は神と出かけてたよう。ショーと明かし、海の型を行ってマグロ食べてきた。と続けました。 投稿された写真には、神宮寺ゆうたさんとの自殺リツーショットや、マグロを味わう彼の方にごめし粒がついた姿が映っており、計3枚が公開されました。フォロワーたちは、この二人の楽しそうなオフショットに興奮し、 コメント欄には、イケメンかける海って最高。く君のほっぺいにくっつけるならご飯粒にでもなりたい。ご飯粒つけたあざと紫陽君星かわいすぎ。マグロになりたい。プラベ写真最高。といったコメントが殺到しました。平野潮さんはさらにストーリーでも質問を受け付けることを明かしました。ファンたちはこの機会を利用して、 彼に質問を投げかけることができる貴重なチャンスに大喜びです。平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんは、キングプリンスへのメンバーとして活躍し、多くのファンを魅了してきました。彼らのプライベートな一面を覗かせるこのマグロデートの投稿は、ファンにとってはまさに夢のような瞬間であり、彼らの魅力を再確認する絶好の機会となりました。 マグロデートの写真は、海をバックにした爽やかな風景と共に、笑顔で楽しむ二人の姿が収められています。この投稿を見たファンたちは、彼らの中の良さと明るい雰囲気に心を躍らせ、その幸せそうな姿に感動したのです。平野紫陽さんと神宮寺祐太さんのマグロデートは、彼らの普段から続く信仰や信頼関係を感じさせるものでした。 ファンにとっては、彼らがプライベートで楽しい時間を過ごしている姿を見ることができることは、彼らへのさらなる愛着を深めるきっかけとなったのです。この投稿を通じて、ファンたちは平野市さんと神宮寺ゆうたさんの人柄や魅力を改めて実感しました。彼らの明るさや素晴らしい笑顔は、多くの人々に勇気と元気を与えてくれます。マグロデートの投稿は、 プライベート写真としてはもちろんのこと、彼らのファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢を示すものでもあります。平野紫耀さんはストーリーで質問を受け付けることを明かし、ファンたちとのつながりを深めようとしているのです。平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんのマグロデートの様子が公開され、ファンたちはその魅力的なプライベート写真に大興奮しました。 彼らの明るい笑顔と楽しそうな姿は多くの人々に元気と勇気を与えるものです。彼らのマグロデート投稿を通じてファンとのつながりを深めると同時に彼らの魅力を再確認しました。今後も平野志陽さんと神宮寺祐太さんの活躍に注目です。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。